こんにちは、三国志の新作ゲームを購入しましたか？解説のこちやさなえです。こんにちは、この動画の脚本を書き始めた日に、三国志14の発売日でした。サポートの蓬莱さん、かぐやです。三国志14の発売を記念して三国志ネタもやってみることにしました。パチュリー、ノーレッジです。今回は三国志の董卓軍でも呂布に次ぐ猛将と考えられている蚩尤の解説をします。ちなみに、蚩尤ですが、史実と考えられている正史三国志だと、一行で終わってしまう武将です。孫権軍に斬られたことだけが記述にあるんですよね。しかし、正史三国志の注釈を見ると、蚩尤が孫権軍に斬られた原因がわかります。味方であるはずの呂布の計略により、蚩尤が戦死することになるんですよね。史実の蚩尤を紹介する前に、なぜ蚩尤が猛将として扱われているのか、について紹介します。光栄さんのシミュレーションゲームや三国無双などの影響もありそうですよね。ちなみに、光栄の最新作である三国志14での、蚩尤のパラメーターは、このようになっています。武力94、統率85は優れた武人という感じですね。顔も強そうですし。蚩尤は大半の三国志のゲームで武力系の数値が高いわけですが、その理由は、三国志演技にあると思っています。三国志演技は物語ですけど、蚩尤は多くの将を打ち取っていますし、関羽に打たれはしましたが、強さが際立っていましたよね。まずは、三国志演技の蚩尤がどのような感じだったのかを解説します。董卓は五冠の都である洛陽を抑えると、戦王の限りを尽くすんですよね。董卓は三国志最大の悪役ですからね。董卓は言われるほどは悪くなかった説もありますけど、三国志演技だと、曹操が諸侯に激軍を送り、名門の袁紹を名士とする反董卓連合軍が結成されます。連合軍が兵を進めると、董卓も反撃してくることになります。袁紹を名士とする連合軍が洛陽に進撃しておると聞く。誰か迎え撃つ者はおらぬか。ここは私にお任せください。連合軍の先陣は孫権だと聞いております。孫権など私の敵ではありません。さすがは呂布じゃ。頼もしい奴よ。それでは、汜水関に攻め寄せておる連合軍を迎え撃つのは呂布にするかの。お待ちください。蚩尤よ、何か意見があるのか。孫権ごとき鶏を倒すのに、牛刀を用いる必要はありませぬ。寄せ集めの諸侯を撃破するのは、たやすいことです。確かに、鶏を斬るのに牛刀は用いぬな。ここは蚩尤に任せてみようぞ。蚩尤が出陣することになりますが、三国志演義だと蚩尤の描写があります。蚩尤は身の丈、九尺、虎の体、狼の腰、猟の頭、猿の肘だったと三国志演義に記述がありますね。身長九尺といえば、張飛が八尺、関羽が九尺だとも言われていますから、関羽並みに身長が高かったことになります。関羽は身長が2メートルを超えていた説もあるので、蚩尤も動物に例えられる肉体と合わせて、得体も知れないような人物だったことになるでしょう。三国志演義の描写の描き方はすごいですね。この蚩尤が、古心、李宿などを率いて連合軍を汜水関で迎え撃つことになります。三国志演義だと蚩尤の部下に古心がいますが、正史三国志だと古心の部下に蚩尤がいることになっています。正史と三国志演義で上下関係が逆なんですね。なお、古心は正史三国志での蚩尤を語る上でのキーポイントとなるので覚えておいてください。汜水関の戦いになるのですが、連合軍の先陣は孫権と決まっていました。しかし、抜け駆けを行う人物がいたわけです。弟よ、孫権が先陣となれば、一番の手柄は孫権に持っていかれてしまう。必然的にそうなりますな。そこでじゃ、汜水関までに小道があり、そこを主が通り抜け駆けを行い手柄とせよ。わかりました。手柄の第一は我々がいただきましょうぞ。わしの名は、宝柱じゃ。汜水関の大将よ、勝負せよ。わかった。わしが直々に戦ってやろう。わしが蚩尤じゃ。勝負せよ。これは勝てそうにない。族の大将め、逃げるな。あわ、わわ。族軍の大将を一人打ち取ったぞ。このように抜け駆けした宝柱を蚩尤は一撃で打ち取ったわけです。蚩尤が強すぎるのか、宝柱が弱すぎるのか。蚩尤が宝柱を打ち取ったことに董卓は喜びと徳の位を与えています。ここで、孫権が帝府、郊外、関東、蘇を引き連れてやってくるんですよね。汜水関にいる董卓軍は、副将の古心が5000の兵で孫権軍に応戦します。古心といえば、正史三国志では蚩尤の上司にあたる人ですね。しかし、古心は孫権四天王の一人である、帝府にあっけなく敗れ死亡しています。史実以上に残念な扱いですね。この後に、孫権軍は汜水関に攻撃をかけますが、蚩尤が固く守り、孫権は汜水関を落とすことができずに後方に退却することになります。ここで事件が発生するんですよね。連合軍の兵站を管理するのは袁術だったわけですが、孫権が手柄を立てることを嫌い、孫権に農業を送らなかった事件が発生します。
これにより孫権軍は混乱をきたすんですよね。兵糧が切れた孫権軍に加油が夜襲を仕掛けることになります。演術殿に食料を送るようにお願いしているのじゃが、いつまで経っても来ない。今、我が軍が吸収されればひとたまりもありません。その通りぜ。一体、どうなっているのぜ。孫権様、大変でございます。加油が夜襲を仕掛けてきたようでございます。何？それはまずいぞ。とにかく逃げよ。孫権様は、いつも戦いの時は赤の帽子をかぶっておられる。その帽子を私に貸してくれませぬか。わかった。死ぬなよ。はは。この時の祖母は、孫権の帽子を柱にかけて自分は林の中に潜んでいたそうです。加油が孫権の帽子を見つけて飛びかかったところで、祖母が林の中から出てきて、加油を撃ち取る作戦だったんですよね。しかし、加油は切りかかった祖母を一括すると、一気に切り伏せてしまったようです。祖母と加油では実力の差がありすぎますよね。孫権が敗れたことを総大将である炎章も知ることとなります。何？孫権殿が敗れたじゃと。誰か、加油を撃てる者はおらんのか。私にお任せください。そなたは炎術殿の配下でも屈指の豪の者とされる優勝じゃな。その通りでございます。私が加油を撃ってご覧に入れます。頼もしき男よ。優勝が加油にわずか3号で切られたじゃと。誰か加油を撃ち取れる者はおらぬか。私が加油を撃ち取ってご覧に入れます。そちは奇襲大主である韓福殿の配下である韓鳳じゃな。私は大野の使い手です。私が加油を打ち取ってみせましょうぞ。わかった。加油を打ち取ってみよ。韓鳳が撃たれたじゃと。これなら我が配下である顔料と文集を連れてくればよかったわ。ここは私にお任せください。そちは何者じゃ。高孫三度の配下である劉備玄徳の義弟にあたる関雲長と申します。この卑しき者を叩き出せ。私なら加油を撃ち取ることができます。これが三国志演義の加油の最後となります。無敵の強さを誇っていた加油が関羽にはあっけなく敗れるんですよね。ちなみに、この時に関羽は早々から酒を勧められて断っています。加油を撃ってからの無約束だったわけです。関羽が戻ってきた時に、酒はまだ温かかった話も残っています。それを考えると三国志演義では関羽に瞬殺されたってことですよね。それでも、反董卓連合軍の将軍を手玉に取ったことを考えるとゲームなどでの武力90超えは納得ができます。加油が猛将という扱いでも、何の問題もないですよね。次に、正史三国志を見ていきましょうか。正史三国志の加油を知る上で、止水艦の戦いは忘れて頭をリセットしてから、動画を視聴してほしいと思います。正史三国志と注釈にある英雄記の記述で解説するわけですね。連合軍と董卓軍の展開は正史三国志と三国志演義は全然違いますからね。反董卓連合軍は、洛陽に向かって進撃してくるわけですが、董卓軍の徐英という武将が迎え撃ちます。ちなみに、徐英は三国志演義だと加工屯に一撃でやられていますが、史実だとなかなかの名称です。徐英が曹操と孫権を立て続けに破るんですよね。徐英に敗れた曹操は敗走して戦場を離脱しますが、孫権は踏みとどまり要人の城にこもることになります。ここで董卓が孫権を倒すための出撃命令を出しますが、総大将は孤身で配下には呂布や加油がいたわけです。呂布や加油が孤身の部下として史実だと登場するんですね。ちなみに、孤身はせっかちな性格などもあり呂布やその他の諸将からは嫌われていました。呂布は孤身を嫌い足を引っ張ろうと考えるようになります。呂布って味方の足を狙って引っ張るわけですからすごいですよね。孤身が攻める要人の城なのですが、孫権の防備は万全だったわけです。しかし、呂布は孤身を嫌い偽の情報を流します。わしは孤身のやつが気に入らぬのじゃ。孤身に偽りの情報を流すこととする。夜の闇に紛れて孫権が逃げたとの情報が入っておる。急いで追撃するぞ。は、はい。急いで準備をします。孫権は逃げたんじゃなかったのか。夜の間に逃げたというのは偽りの情報だったようです。ここにいたら危険じゃ。とりあえず引くのじゃ。は、はい。このようにして、あっけなく加油は討ち取られたのでした。正史三国志によれば、討ち取った加油の首は獄門にかけられたとあります。まあ、見せしめにされたわけですよね。正史三国志を見ると、猛将どころかかわいそうな人で終わるのが加油となります。
火竜が討ち取られた原因は呂布にありますよね。呂布といえば、脳みそが筋肉でできているのでは、と思う部分もありますが、この時ばかりは、鮮やかに計略を成功させています。これが味方ではなく敵だったらよかったんですけどね。呂布と呂布の板挟みになって、火竜は亡くなってしまった気の毒な人でもありますよね。この動画では、火竜は孫権の反撃を受けて退却中に亡くなったことにしましたが、正史の記述を見ると孫権軍が討ち取ったとあるだけで、孫権がこもる要人を攻撃中に戦死した可能性もあります。最後に、なぜ三国志演義の作者である羅漢中は、火竜を猛将に仕立ててしまったのか考えてみたいと思います。うぷ主的には、火竜という名前に原因があるような気がします。火竜という名前は、花、がある、オス。ですから、鮮やかで強そうなイメージがありますよね。もしかしてですが、三国志演義の著者である羅漢中派、火竜という名前のかっこよさから、火竜を猛将に仕立てたような気がします。古神と火竜だと名前は、火竜の方が強そうですからね。名前のかっこよさから火竜を猛将にして、次々に半島卓連合軍の武将を討ち取る役割を与えたんじゃないかと思いました。他にも、羅漢中は正史三国志での呂布と古神の対立により、亡くなってしまった火竜を気の毒に思い猛将にしたのかな、とも感じています。史実の火竜を見る限りでは、猛将ではなく被害者の側面が強いですからね。ちなみに、火竜の上司であった古神の方も、どこかでやりたいと思っています。古神は、火竜が切られた後も、さらに呂布の計略、によりひどい目に遭うんですよね。それじゃ、今回はこれくらいにしておきましょうか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。それらを励みにして、動画作成を励もうと考えております。それじゃ、最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。